こんにちは。今日はですね、私のお昼ご飯のおかずをご紹介いたします。実は先ほどそこでですね、出来たて作ったばっかりの、こちらアサリの酒蒸しでございます。はい、いい匂いがします。アサリといえばね、本当に三河湾は非常に有名な産地の一つでもありまして、高田や蒲郡に暮らしている私たちにとってはふるさとの味というふうに、ね、言えるんじゃないかと思います。で、普段ですと本当にこうちょっと剥いてつるっと食べちゃうんだと思うんですけれども、実は観察していただくといろいろな進化の不思議が中にいっぱい詰まっています。先日行きつけのスーパーに行った時なんですけどね、こんなちょっと会話を耳にしましてね、お二人カップルで来てたと思うんですけど、片方の方がですね、すごく元気がいい貝がいるよってね、貝の右側から口を出してビュービュー水吐いてるっておっしゃってたんです。まあそんなようなことをおっしゃってたんですね。皆さん、アサリの右側ってどっちって聞かれたらなんてお答えになりますでしょうか。アサリにも右と左、前と後ろちゃんとあるんですね。今日はですね、実際のアサリを食べる前に観察しながらそのあたりを紐解いていきたいと思います。アサリはですね、軟体動物というすごい大きな動物グループの仲間なんですね。これらの動物、ほとんどの動物にはですね、前後左右というのがあるんですね。で、ちゃんとアサリにもありますので、それをですね、見ていこうかと思います。おー、殻がね、開いて美味しそうな状態になっております。で、時々この殻に張り付いてるやつもいるんですけど、外頭膜というのがですね、体を覆っています。ここにあるこれですね、これ。外頭膜というのを、ね、剥いてみました。そうするとね、こんな感じで中が見えてきます。口というふうに、ね、思われていたのはこう水管というものですね。片方が水を取り入れる入水管で、もう片方が水を出す出水管です。で、アサリはこの管を使ってですね、水を、ね、一方向にうまく回してるんですね。で、ここから見ていくとですね、実は中にいろんな器官があるんです。ここにペロンとついていますのがですね、実はこれエラなんです。入水管から運んだ水がですね、このエラをこう通っていきます。で、このエラで実はですね、餌となるものをこし取っています。で、さらにこう水が進んできますと、この辺りにですね、こう、はい、分かりますかね、ピロピロってしているところが唇弁、実はですね、唇の弁というふうに書きましてですね、口に入る餌をこれでより分けているというふうに見られています。で、この奥にね、ちょっと見にくいんですけれども、実は口があるんですね。で、口からこの中、こう袋状になってますけども、この中に内臓があって、その中に餌が吸い込まれていきます。で、中にですね、こうプニプニしてますけれども、この中にですね、消化管とかちゃんとですね、腸とか胃が詰まっているんですね。で、最後にうんちを出します。こちらにですね、お尻の穴がちゃんとあるんです。さあ、そうやって見ていくとお分かりだと思うんですけれども、こっち側に口があって、こっちにお尻の穴があります。こっちが前で、こっちが後ろ。この口とお尻を中心に、軟体動物の軟体をこの右と左のこの穴が覆っているということがわかります。このように見ていきますと、アサリの体、ちゃんとですね、口があり、お尻があり、ね、足もついていて、ね、エラがきれいになったりとかしてですね、動物の体をしているなというふうに思います。今日はですね、現在の美味しいアサリをご紹介しましたけれども、実はですね、今から2億5000万年以上前、古生代と呼ばれる時代にはですね、もうちょっと変わった貝の仲間たちがいます。こちらですね、二枚貝と同じように殻で囲われているんですが、分かりますでしょうか。アサリでいうところの殻が左右対称ではないんですね。実はこの生き物、本当にですね、貝のような見かけをしていますが、先ほどご紹介した軟体動物の二枚貝とは体の仕組みが全く違っているんです。この子たちはですね、腕足動物という貝なんですけれども、実はこの殻は腕足動物の背中とお腹側を覆っているんです。これはですね、実は結構大きな違いでして、体の中の仕組みがですね、非常に大きく違っているということを表しています。で、今でもシャミセンガイと呼ばれるような仲間たちですね、シャミセンガイとか、あとヒバリガイというのもいたと思いますけれども、ちょっとだけ生き残っているんですが、もう生きた化石というふうに、ね、呼ばれる生き物たちですね。あとはですね、アサリを食べていると時々楽しいのは、中からですね、ちょっと可愛い同居人が出てくることがあるということですね。今日こちらに持ってきましたのは、実はですね、アサリの中に住み着いている、隠れガニというカニさんなんです。実はこのピンクで大きい方がメス、
ちっちゃくてですね、この茶色っぽい方がオスだそうです。このピンクのメスの方はですね、宿主のあのアサリと一緒をですね共にするみたいです。もうここを住みかと決めたらもう出ないで、はい、そこでですねアサリの餌をちょっとだけ横取りして生活してるみたいです。でオスの方はかなり体が小さいので、貝から出入りして暮らすみたいなんですね。でこの隠れガニ、アサリだけではなくていろいろな二枚貝とですね一緒にあの住んでいたりすることもあるようです。はい、実はですね化石の中にもある生き物といつも一緒に重なって別の生き物が発見されるとか、とある生き物ととある生き物はしょっちゅう重なって化石になって発見されるとかですね、そういう事例があるんです。でそういう事例を紐解いていくと、実はですね昔々の生態系が分かったりもするんですね。命の海科学館に化石があるオットイアという生き物はハプロフレンティスというですね殻のある小さな生き物を飲み込んで食べていたことが分かっています。あの食道にあたる部分にですねしっかりこう同じ向きをしたハプロフレンティスがですねよく見つかるんですね。他にもハルキゲニアというですね小さな生き物がエルドニアという別の生き物に寄生して生きてたんじゃないかなという説があります。で今日は食卓で、観察できるアサリを、ね、ご紹介しましたけれども、本当に貝だけでもいろんな種類がスーパーでも、ね、売っています。なのでいろいろとですねチャレンジして中身観察しつつ熱々美味しく食べていただきたいなと思います。